記録は別室でとなりますが、名人戦記録京都範明五段、クイーン戦記録は渡辺真希四段です。感染症対策のため別室での記録となっています。今を春べと咲くやこの花、ながらえばまたこの。さあ2回戦が始まりました。川瀬選手の手が先に出たように見えますが、ここでぶつかっていますね。そうですね、下段の一番端っこの札なんですけども、ここで川瀬選手が入ったように見えますね。まあ、ちょっとポイントが違うのかもしれないですけども、どういう判定になるか。はい、久米原名人の取りになりましたかね。はい、はい、これは直接川瀬選手が触ったようにも見えたんですが、久米原選手の取りになったわけですね。そうですね、その、これは、でも川瀬選手が手を挙げているので送り札があるかもしれないですね。ないですかね。久米原選手の取りとなったようですね。そうですね、はい、各選手の名前の下には持ち札の残りの枚数が表示されています。先に0枚となった方が勝ちです。競技カルタでは前に読まれた歌の下の句を読んでから歌の上の句が読まれていきます。さあこちらは川瀬選手の左下段でしょうか。そうですね、左下段の端から2枚目の札八重むぐらをしっかりと久米原名人が取りました。で、自陣の嵐服の札を送りましたね。右上段の内側から2枚目に置いてます。選手は相手陣の札を取った場合に自陣から1枚相手へ札を送ります。これを送り札と呼んでいます。これは空札です。空札、空の札と書いて空札と読みます。この場に並んでいない札のことを指します。それぞれ25枚ずつの持ち札合わせて50枚、ここに並んでいないのが空札です。恋に口なんなこそしけれ村雨の。この和歌の読み方の決まりってあるんですか。はい、これは読む人がまず読手、読む手と書いて読手という人が札を読んでいきます。はい、でそれはですね、前の歌の下の句を5秒かけて読みまして、はい、その最後の言葉を3秒伸ばし1秒空けて上の句を読んでいきます。さあちょっと試合を先に見ていきましょうか。続きはまた後ほどお話をしていこうと思いますが、今はかなり激しい取りとなりましたね。はい、川瀬、6段の右下段の札が読まれたんですけど、右下段の外から2枚目ですね、この明け濡れ場を川瀬6段が取りました。はい、ただ久米原選手が自陣の右下段を触りました。これはお手つきということですね。そうですね、違う陣の札を触ってしまうとお手つきになりますので、これは順ダブルと言われまして、川瀬6段は自陣が減った上にさらに1枚送れるというところで、嵐服が送り返されたんですね。これで一気に3枚差が広がることになります。さあ今のは川瀬選手の右右陣ですね。そうですね、右中段の一番内側の札が綿の原矢だったんですけども、それを、川瀬六段が取りました。綿の原矢というのはそうですね、綿という札が綿で始まる札が2枚あって、綿の原子という札が川瀬六段の左上段にあったので、その綿で両方の札を渡り手というふうに取りました。はい、綿の原で始まる札が2枚あるんですけれども、これが川瀬さんの左右に1枚ずつあったと。そうですね、その場合綿で2枚とも払うことができます。そのため両方右左と変わったということになりますね。一瞬で、はい、すごいですね。
君がためおしからざりし。さあこちらはから札です。まあ、先ほど左右にとありましたが、同じ自陣もしくは相手陣という同じ陣地の中であれば、どの札を触ってもお手つきにはなりませんので、左右の札を触ることができるというルールです。この札の並べ方っていうのは決まりがあるんですか？これも自分たちで決めて、戦略を持って配置していいというルールになっています。そうなんですね。全然違いますもんね、左右のバランスが。小倉山。そうですね。から札です。瀬名さん、いかがですか、この序盤。ご覧になって。ちょっと早すぎて見えないですけど。いや、本当に、これ何個まで言葉を聞いてから手が出されるんですか、皆さん。もろともに哀れと思え山桜。これは久米原選手の左上段、左下段の一番内側ですかね。下段ですね、はい、にもろともにがあって、川瀬六段の右上段に桃式という同じもで始まる札があったので、お互い桃式にも反応しながら久米原名人が戻り手で取ったという取りでした。こう広げますと、久米原選手の手が本当に大きいなというふうにも感じますね。一つの武器ですね。川瀬選手の左下段中央にありました。人はいさですね。人はという3文字目で取れる決まり字が3文字ということで、人までは、もう一枚同じ札があるんですけども、人はの3文字目を聞いて取る札です。ただお互い本来の速さではないような取りに見えますね。まだまだということでしょうかね。ちょっとやっぱり序盤の緊張というところがお互いあるのかなという出だしだと思います。瀬名さん、先ほど何文字目まで聞こうかというお話ありましたけれども、はいはい、札は1字で聞いて取れる札から、一番長いものですと6字目まで聞かないとわからない札まで1字から6字まであります。そうですね。ただ先ほどもありましたが、片方が出てしまうとその決まり字というものが6字が4字3字と短くなっていくものもありまして、はい、最終的にも全部が1字で取れてしまう札になっていくというわけです。スピード戦ですね。今はただ思い耐えなんとばかり。久米原名人の右上段、そうですね、内側から3枚目の札でお互いに手がいったので、ちょっとどっちが取ったかというところで話し合いをしまして、久米原名人の取りになったようです。はい、この札の配列で有利って不利とかあるんですか？そうですね、もともと100枚の札を裏向けて25枚ずつ取るんですけども、はい、今回の配置でいくと、久米原名人にとってもあまり自分としては嫌じゃない配置にはなってます。はい、ただ川瀬挑戦者の1回戦の試合を見ると、川瀬挑戦者としてもこの配置が嫌じゃないんじゃないかなという印象で、私としてはあんまりこう優劣ない、非常に面白い配置かなと思って見ています。で、決まり字という話出たんですけども、同じ音から同じ文字で始まる札が2枚あるのが、うつしもゆと言われる、合計で5個が2枚ずつで10枚あるんですけども、はい、この札がもうというというのが2つ分かれて置いてあったんですけども、先ほどもろともにという札を久米原名人が戻ったんですね。はい、で本来はお互いに相手陣に手を出すというカルタをするタイプなので、戻り手というのは非常に久米原名人の一つの武器として序盤に出たなと思います。長からん心も知らず黒髪です。この久米原名人の上段に札が多いのは意味があるんですか？そうですね、これは本当に久米原名人の一番の持ち味でして、はい、すごいリーチも長いんですけども、自然に右上段にスッと手を出せるんですね。でそれは音を聞いた状態で、普通の選手なら構えた状態のまんまスッと今意識せずに出せてるんですね。はい、なのでほとんど普通の選手からすると、はい、右下段のように近くに感じて取れるというのが久米原名人の持ち味です。ですのであそこに非常に札が多いのがもう本当に久米原名人の特徴ですね。そうなんですね。はい、ただその札を今川瀬、
挑戦者が突き手で取りましたね。これは非常に大きな、先ほど申し上げたポイントになってきまして、1試合目でも同じように序盤で突き手で取ったというところで、今の取りで川瀬六段がどれだけ勢いに乗るかというところですね。ここで世を込めての札が川瀬選手から1枚送られました。それが、久米原選手左下段外側に入っています、はい、この辺りも積極的に、ね、1字決まりとか2字決まりと早く取れる札を送っていくというのが一つ送り札のポイントになります。ふるさと寒く衣打つなり、かささぎの渡せる橋に。これも迷った札があったようですね。そうですね、川瀬六段の、はい、左中段に風を痛みという同じかで始まる札があって、久米原名人はそっちに反応してしまったまま、川瀬六段が聞き分けて出札の方を払いに行った。あ、角戸田にもありますね、すみません、川瀬六段の陣には角戸田に風を痛みとかが全部で3枚あったので、そっちに反応してしまったというところです。このあたりの聞き分けというところが、あの本来の久米原名人のらしさが出ていなかったというのが1回戦で、ちょっと2回戦の序盤も本来の取りが出ていないなというところだと思います。今も川瀬陣の左にかの札が2枚、角と風をがありました。その風を今右にずらしましたね。右上段です。それがすぐ出ましたね。その風を今話してた風をが出ました、はい、これは作戦がうまくいったと。先ほどの配置ですね、はい、角と風を同じ位置に置いていると、はい、久米原名人が角で手を伸ばしてくるから、はい、すると不利だというふうに即判断して、はい、傘が出たので風を右に持っていったところ、まあ、すぐ出たので本当にラッキーだなというところだと思います。この試合中の札の移動っていうのにも作戦があるんですか。そうですね、相手の特徴を見ながらなので、今回はおそらく左右に分けてくるんじゃないかなと思います。から札です。これは試合中に好きな時に移動していいんですか。そうですね、ルール上は札の合間に変えますというふうに相手に宣告して、その場所を教えながら札を移動させるということはできます。はい、人知れずこそ思い染めしか、山里は冬ぞ寂しさ。久米原名人の右上段一番外側にありました。綺麗に札を一枚だけ取りましたね。いい取りですよ。しっかりとヤーデ、ヤスラーデという札が久米原名人の左下段にあったんですけども、そっちに矢で反応して、そこから山座と山を聞いて山座で取ってます。これ完璧ですね。矢で安の反応も勝ってますし、山の反応も勝ってますし、座の最後の鳥も勝ってるということで、非常に気分がいい攻めじゃないかなと思います。そして送り札が、今角と谷ですかね。角を送って、先ほど、風をも出たし、蚊が1枚になったということで、それは送って久米原名人の陣に蚊で手を出すぞという川瀬六段の意気込みというか、そういう意図のある送りです、はい、もう蚊が一時決まりの札に変わっていったということですね。そうですね、はい、久米原名人の左下段外から2枚目に入りました。ここまで川瀬六段が押し気味で試合を進めているように感じますが、いかがでしょうか。そうですね、本当に勢いが1回戦のまま、ちょっとねインターバルがあったんでどうなるかなと思ったんですけども、本当に初挑戦とは思えない1回戦の集中力が続いていて、驚いてます。すごいなと思います。から札です。この名人と挑戦者は5年以上前には一度戦ったことはあったようなんですけれども、本当に久しぶりなので、もう全く新しい気持ちで今日戦っているように思いますね。そうですよね、この5年というスパンで両選手とも本当に成長されたなというふうに思います。私も近場で見せていただいてたんですけども、本当に速さのレベルも上がったし、取りの精度も引き出しといいますか、その札の移動だったり送り札だったり、本当に上手になられたなというところで、今日は全く違う試合になりそうですね。
19枚目まで出て川瀬選手が3枚リードしていますね。川瀬六段は今回初挑戦ということですが、岸田さんが初めて挑戦された時のお気持ちってどんなお気持ちだったんですか？そうですね、初めて挑戦した時は大学4年生の時 で最後永世名人に挑戦したんですけども、はい、本当にドキドキしたまま、本当にすぐ試合が終わってしまったぐらい緊張で、はい、もう手が震えて並べられなかったのを覚えてます。あ、そうなんです。なので本当に今日見ててすごいなというふうに感じるんですけど。投げきつつの札が送られました。これが右下段に入りました。桃式や古きの木は早いですね、はい、川瀬選手の左下段にありました桃式の札、久米原選手がしっかり手が伸びましたね。そうですね、一字決まりのもの札ですけども、しっかりと一字で取れていますね。このあたりをね、きっかけに名人の本来の取りがね、出てくるといいんですけどね。川瀬選手は久米原選手の左側の方に手が伸びていたようにも思いますが。そうですね、もともと諸共にがあった位置に反応してしまったのかなというところですかね。最初15分で最初の札の位置を覚えて、そこから札の移動があるので、なかなかそこがうまくアップデートできないこともありますね。昔なりけりこれやこの行くも原札です。これ皆さんどうやって札を覚えてらっしゃるんですか、これだけの数を。そうですね、トレーニングするとというか、これぐらいのレベルの選手はおそらく数分でも全部場所が覚えられて、で決まり字が変化していくので、はい、それも随時更新というか、素晴らしい、コンピューターみたいな感じで随時更新しながら覚えてますね。高砂の尾上の桜先に蹴り、今また得意ゾーンですね。あ、そうなんです。右上段のちょっとうまくここでの時点でもう囲ってるんですね。囲いっていう方法もあるんですか。そうですね、相手の手が出てくるまでに手を出すことで、はい、そこを囲えるんですけども、はい、むやみやたらに出してるわけじゃなくて、はい、今のも他の音をしっかり聞いて、はい、他札の上に手を出してるんですね。で、タマ、タチ、タカと3枚あったんですけども、はいはい、その中央にうまく手を出したので囲えたと。なかなか真似できる芸当ではないんですけどね。ホトトギス原札です。では会場近くで試合を見ている浜口さん、リポートをお願いいたします。浜口さん。はい、こちら浜口です。会場ではリポートをすることができませんので、私は現在会場の隣の部屋からリポートしています。キリギリス今こちらの部屋にですね、記録係の方も一緒にいるんですが、どのような状況でどういうふうに札を取ったかなど細かく書いてあるんですね。そして試合が始まる前にお話を伺いましたが、選手の気迫や会場の雰囲気がモニター越しでは伝わりにくい部分がある、やはり会場で直接見たかった、記録したかったというふうにおっしゃっていました。こちら別室もとても静かで集中して記録されています。それでは会場からは以上です。名倉さん。はい、浜口さん、ありがとうございます。試合終了後にまた改めて会場からリポートお願いいたします。久米原選手、送り札もあってまた札が動きましたね。そうですね、背を早み久米原名人の右中段 の外から2枚目にキリギリスとキリと2文字で取れる札があったんですけども、それを本当に綺麗な手で川瀬挑戦者が取りました。でそこで1枚だけある娘ふさほせと呼ばれる一字決まりのうち、今回場には目という1枚だけあったんですけども、その巡り相手を、久米原名人の陣に送りました。これも本当に今宣戦布告というか、これを取りに行くぞという川瀬挑戦者の強い気持ちの表れだと思います。大山大江の札、川瀬選手右上段の内側にありました。
そうですね、この辺りですね、この辺りが本当に久米原名人の対策をしてきたなというふうに感じるところなんですよ。おで久米原名人が自陣の右上段に反応することを分かってて、その手は一緒に付き合った上ですぐ自陣に戻ると、これはよく練習していると思います。忘れじの原札です。先ほどのは見せかけということですか？見せかけではないんですけども、あのおで右上段の久米原名人の音に聞くという札にお互い反応してるんです。ただその反応は久米原名人が勝ってます。ただその時に動揺せずにおうおうの2文字目を聞いて自陣に戻れると、これは非常に難しいんですね。普通はちょっと動揺してしまって両方取られてしまうということになりがちなんですけども、そこをしっかりとカバーしているっていうところが、あの川瀬挑戦者の今回の強みじゃないかなと思います。こうとても1枚だけ押さえて冷静に戻っていたなというような印象もありましたね。はい、確かに読まれた瞬間にはお互いにこう久米原名人の右側に手が出ているように見えましたね。そうですね、やっぱり札が多いのでそこに少しでも似た文字があるとお互い反応するという試合になっています。何はえの足の借り根の何はえ、久米原名人の右中段の内側にありました。はい、他にもね、なで始まる札があるので、なかなかちょっとお互いにその他の札を警戒しながらという手の動きになっています。でそれを聞きながら何は絵のタイミングでうまく親指をこうね下ろして取ると、もうなかなかこの5本の指をしっかり使うというのは久米原名人の特徴の一つで、非常に難しいことなんですけどね、上手に取りましたね。こう札を押さえたり取りに行く手って決まりがあるんですか？いろんな有効手と言われて、はい、あの手首以降の手であればどこで取ってもいいというルールなので、あの裏返して手の甲で取ってもいいし、どの指で取ってもいいと。ただ怪我をするので、ね、あんまりその変な取り方はあの練習とかでは進めないようにはしてますけどね。そうなんですね、はい、初めに右手で取った場合はもう終始右手のみでやる、左手の場合は左手のみでやると、まあ、どちらか片手でやるということはルールになってますね。そうですね、はい、身を尽くしてや恋渡るべき大事の原札です。やっぱり上段に置くと相手方にも取られやすそうな気はするんですけど、でもこうして固めているっていうのはやっぱりそうですね、よほどの自信があるってことですよね。そうなんですよ、うん、あのそれが本当に持ち味 で川瀬挑戦者が左上段に札を置いていないと思うんです。はい、そうですね、だからよりそこに手を出しやすくて、で久米原名人の手を見ていただくと、はい、あのおそらく、まあ時々指をもう下ろしてるんですね、畳に、はい、そうするとお手つきしないんですね。浮かんでいると誤って着地しちゃうかもしれないんですけど、指をつけてることで絶対お手つきはしないというところも、はい、あのコツですね。ちぎりきの札が久米原名人の右上段の側、はいですね、ここはちぎりきとちぎりをの札が並んでいましたね。で川瀬六段の左下段に地波と地波破るという地波という札があったので、地で地波か地義がどちらかというところだったんですけども、久米原名人本来であれば両方取りたいと、地で地義を囲って地波を取りに行くような取りなんですけども、やっぱ地波に浮いてしまっているので、どこかやっぱバランスが崩れているのかなというところと、そこをしっかり川瀬挑戦者が取ったというところで、ここは本当にダメージが大きい札ですね。ここでこの度の札が送られました。久米原名人の左中段内側から2枚目に入りました。はい、この辺りは絶対あの子で反応して川瀬挑戦者としては取りたいですね。夏の夜は空札です。今並べたところも心あとこのの2枚こうから始まる札を並べてますね。そうですね、あの久米原名人はもうこの札はおそらく大体ここにもう固めてしまう、こでこの場所に反応するというふうに決めてますね。左中段にこで始まるこのと心はという2枚が並んでいるというところですね。雲の出雲に月宿る乱わびぬれば今旗同じ。久米原名人は川瀬六段の陣地を早く取りに行くということはないのでしょうか？そうですね、あの本来であればあのもう少しそういう札が多いはずなんですけども、今日はあのもろともにですかね、一字決まりでもで早く取ったと、あれぐらいですね、今一番本当にいい取りだなというのは
それだけ自陣 の, あの右の札に集中がいってるのかもしれないですね。世の中よ道こそなけれ思い、ここであの久米原名人が、川瀬六段の、左下段の世の中よというちょっと長めの札を取ったんですけども、一字決まり目巡り相手を返しました。これはあの先ほど聞いていただいた川瀬六段の陣を早く取りに行く札と決めてるはずなので、はい、きっと早い取りが見れると思います。山の奥にもしかぞなくなる朝ぼらけ宇治の川切り汗ぼらけうーの札が川瀬選手左の下段にありました、はい、これは6字決まりですね。一番長い決まり字の札ですけども、はい、どちらが取ったというところであのちょっと手が交錯したのでどちらかなというタイミングでしたね。ちょっと上からのカメラではなかなか どうですかねこの2人とも札には触っていると思うんですけどもタイミングがどうかというところですかね、はい、この朝ぼらけを含めて6時目まで聞かなければいけない札を大山札と、一番長く聞かなければいけないものを大山札と言ってます、はい、3組の6枚が言われています。そうですね、ちょっと今場にある特徴的な札としてあの久米原名人が最初から持ってたんですけども、歯で始まる札が全部で4枚あるんですけども、左中段に花で始まる2枚を置いていて、右中段に春で始まる2枚を置いてます。全部で4枚あるんですけども、それで全てなので、はい、歯の一字決まりで先ほどの渡り手ができるという状況です。嵐吹く三浦の山の、はい、ですね、川瀬選手右下段外から2枚目に嵐の札がありました。はい、そして左中段に嵐ざらんの札がありましたので、嵐で両方と反応できています。こちら久米原名人が先に嵐ざを取ったと、で次に嵐を2人で取りに行くんですけども、そちらも久米原名人が先に取ったので、これは嵐の綺麗な渡り手ということになります。何枚でも陣地の外に出していいんですか？そうですね、あのルール上はあの、直接札に触るか、はい、陣地の外に出すことで取りとなります、はい、なのであのわざとこう払い出しているというところですね。ちぎり用の札が右下段外から2枚目に置かれました、はい、安らわでこれも左右に選手の目がいっていますが、そうですね、これも非常にあのらしからぬというか、久米原名人が先ほどわざとあの左下段にあった安らわでを自分で右上段に移したんですけども、それはあの取るつもりでもちろん移したはずなんですけども、それを間違えてもともと置いていた場所を払うというミスをしてしまっています。その瞬間に川瀬選手がしっかりと取ったということですね。これはまあラッキーな取りではありますけども、まあ、ここでちょっと久米原名人に流れが行きかけてたところを、まあ、どうなるかというところで送り札も見たいですね。ゆうさればゆらの塔と、ゆで始まる札が2枚あったんですけども、それをあの2つのうち1つ、ゆうさればを、久米原名人の左下段に送りましたね。これでゆうが久米原選手の左下段、そしてゆらが、はい、川瀬選手の左下段にありますね。そうですね、どういうふうに手を出すかというところも一つ注目です。本当にどんどん記憶をアップデートしていかないといけないっていうのが大変ですね。そうなんですよね。なのでなかなか何が終わったかっていうのも把握してないと、はい、カウントしないといけないです。傾くまでの月読みしかな風そよぐ奈良の小川の札です。送り札とかこの今変えましたけども、あとこの辺りが本当に作戦があのお互いの特徴というのが出てまして、先ほどあのユーサレバを川瀬六段は送ったんですけども、もともとはあのお互いの陣に1枚ずつありました。それを久米原名人はあえてユーを2枚とも川瀬選手の陣に送ったんですね。ただそれを川瀬選手は嫌がってまた1枚返してきたというふうに送り札のスタイルがお互い違っています。滝の音は耐えて久しくなりぬれど、今のもお互い先にあの久米原名人の陣に反応してからあの動いているので、あの鳥としてはあまり早くありません。
お互いにその警戒しているポイントというところでこういう取りになっているのかなというところですね。この久米原名人が右の札を減らして左に移動したのは何か意図があるんですか？そうですね、おそらく今日は右上段の作戦というところか、普段の自分らしい取りというのができないというところで、ある意味、見切りをつけて他の引き出しで勝負しようという覚悟があるかもしれないですね。バラ札です。どんな選手の方でもこの札は送ってほしくないっていうものはあるんですか？そうですね、展開として相手有利になるなという札は感じるときはありますね、はい、そういうときはちょっとしばらく置いておいて、またタイミングを見て送り返すというのも、すぐに送り返すとちょっと必死感というかね、はい、こう焦ってるのがバレてしまうんじゃないかというのもあるので、なかなかそのあたりもちょっとポーカーフェイスな送り札とかっていうのも熟練の方は心がけたりしてると思います。本当にあんまり端的にね、行ったり来たりするとお互い嫌なんだということが露骨なので、そのあたりはこれぐらいのレベルになるとあまり見られないことかなと。あまり手などか人の恋意識、この度はぬさもとりあえず、このお札が久米原選手左中段の内側から2枚目にありました。そうですね、久米原名人も小で手は出してるんですけども、川瀬六段は本当にその手をもう予想しているように、その後のでしっかりと指を違う方向から取ってますね。これは本当に練習してるなというところですかね。でこれもまた先ほど久米原名人がちぎで始まるちぎりを棋士を送って、ちが2枚川瀬六段の陣にあったんですけども、今度は川瀬六段がやっぱり返すという形でちぎりを棋士を送り返しました。その送り返した札が久米原名人の右上段内側に入っています。はい、カラ札です。こうしたカラ札も決まり図をどんどん短くしていく一つになりますから、集中して聞いておかなければいけないんですね。無名山風を嵐という余毛の札が川瀬選手の右下段の内側にありましたね。はい、これを久米原選手が取りました。そうですね、ここも速い取りではないので、おそらく意識はしっかりと自陣に置いた状態の、その中でなんとか相手より早く取ったという取りだと思います。ここでまたユーサレバの札が動いていますね。そうですね、また送り返してくっつけて湯で渡ろうとしているのか、どっちかを取ろうとしているのか、別れ札を嫌がっていると。別れ札っていうのはお互いの陣に1枚ずつあることを分けるっていうんですけども、分けている状態を嫌がっていて、両方かわせ挑戦者の陣に置きたいというのが久米原名人の作戦のようですね。花の色はこれは大きいですね。これも左右払ってますね。はい、歯、左側に歯がありました。そうですね、左中段花の札と右中段春の札で、これを両方川瀬挑戦者が取ったのは本当に大きいですね。歯をわざわざ4枚最初からずっと置いとくっていう作戦は本当に珍しいケースで、相手に狙われることは分かってるんですね。その上で自信があるから置いているというところで、そこを守りきれなかったのは久米原名人は非常に痛いと思います。そしてまた一時決まり巡り相手が送られてきたので、これで一時がまた、減らないわけですね。歯が3枚とも一時で渡りでできるし、目が送られたので、目でここも川瀬挑戦者は狙ってきますね。また花が出ました、ね、続きましたね。ちょっと運命を感じるぐらいの出札ですけども、ここでまた綺麗に渡り手が決まって、これはダメージありますね。非常にいい取りですしね、歯でここしっかり先に2枚とも触ってます。そこから右側左中段の札にしっかり先に伸びてます。もう久米原名人固まってしまってるんで、まさか1音の反応で負けるとはといったとこかもしれないですね。これ今見ていますと、川瀬六段の方が相手陣を攻めようという意識が強い、強いです ね、 思いますね、圧倒的に強いですね。この試合を見ていると、これで右中段の春の札、引き続き歯の一時決まりとなります。
我が意の札が贈られました。我が意を贈った札が出ましたが、今贈った札が出ましたね。久米原名人、右中段内側に置いていましたが、もう送った瞬間にその札が読まれました、はい、ですね。送り一発と言われたりするんですけども、お互い意識はしていると思います。ただその中で手が交錯してどっちが取ったという主張になるかというところですかね。ちょっとなかなか上からの映像ではどっちかわからないような取りでしたけども、久米原名人が取りましたかね、はい、今川瀬六段がリードが続いていますけれども、お互いのこの心境ってどのようなものなんでしょうか。そうですね、リードしていると言っても相手は久米原名人なので、もう全く互角のつもりで川瀬六段は言ってると思います。はい、これも左下段に今度また戻した札を、そんなに早くなく川瀬挑戦者が抜いてしまいましたね。今これはまたお互いに右に反応してしまってるんで、久米原名人の作戦に2人とも混乱しているような状況です。本当に何が読まれるかっていうのは運命ですよね。そうですね、それも本当に勝負を分ける大きなポイントですね、はいはい、久米原名人の心境としては今本当に何とか減らしていきたいと、うん、5枚以内だったらまだ逆転ができるというところだと思うので、はい、何とか減らしたいところだと思います、うん、その中で歯の渡り手2回連続っていうところのダメージがどこまで自分の中で残ってるかというところが気になるポイントですかね。はい、ここで久米原名人の右上段に U の札がまた戻ってきていますね。そうですね、これは久米原名人としては右上段はしっかり取るつもりだと思いますよ。これ久米原名人どんな思いでこの後挽回していくんでしょうかね。そうですね、展開だとカラフラです。そうですね、やっぱりいい取りで取られてるので、はい、非常に気にはしてると思うんですけども、まあ、本来の自分の取りが出せればまだ挽回できるというふうに言い聞かせつつ、はい、右の札、自陣の右の札がやっぱり一番多いので、うん、そこを全部取れるとすれば、はい、枚数ほぼ同じかなという計算が立つので、はいはい、やっぱりそこをもう取らせないつもりでいくんじゃないかなと思います。我が衣では梅雨に濡れつつ、我が袖は潮干見えぬ沖の石。我が袖の札、川瀬選手の左下段にありました。ですね、これを久米原名人が取りましたね、はい、一時決まり巡り相手を送って、川瀬六段は右上段に置きました。また配置を変えますね、やっぱり右に集中させますね。これが本来の挽回スタイルですね。右に札を集中させてそこを全部取るつもりでいきながら、そこから相手陣に手を伸ばしていくという形を取ると思います。人こそ知らねえ乾く間もなし、何しよあば大阪山の実かずら。50枚まで出まして、川瀬選手残り8枚、久米原名人が残り12枚、4枚差です。この差はどうご覧になりますか。そうですね、まあ、全然差がついてないというレベルだとは思います。ただやっぱり川瀬挑戦者としては、まあ、一番いい形かなと思います。やっぱりね、離れっていうところと一音の速さっていうところはやや久米原名人が有利かなと最初は見ていました。なので川瀬挑戦者としてはやっぱりリードして終盤を迎えたいというところがあるんじゃないかなと思うので、まあ、ここは本当にいい流れで来てると思いますね。カラフラです。さあ、この後注目していくべき札はありますか。そうですね、やっぱり別れ札というところがお手つきになりやすいので、今でいうと川瀬六段の左下段に千早ぶる由良の塔、千葉由良の札があります。でそれに対して久米原名人の、右に千木の札、
右上段に千木と優、同じ千と優の札がありますね。ここ同じ場所で同じ二字決まりの分かれ札なので、本当にお手つきはしやすいです。ここはしかも早く取りたい札です。そして久米原名人も一番得意な右上段の一番内側が、特に一番得意なんで、その位置なので、これをどっちが取るかというところは本当に大きなポイントになりますね。あとは右中段に春の歯の一字決まりと、君固め歯がもう木で一字決まりになってますので、その3枚も早く取れる札です。花札です。で、基本的なポイントはその早く取れる札が終盤を大きく分けてくるんですけども、今回1回戦見てると川瀬挑戦者が遅く取る札、それ以外の札をうまく拾ってるなというところの印象がありますので、もちろんそこも見どころではありますが、どんどん右上段に並んできますね。もう完全な名人の陣営ですね。これは歯で一字決まりなので、はい、やっぱりちょっと心配だと、中段だったら取られるかもしれないということで一番上に上げて優先順位を上げましたね。おそらくこれで千木の札と内側から千木の札、陽、優、歯までは最速で取るつもりだと思います。サブチャンネルで中継しているクイーン戦は山添クイーンが見事10枚以上の大差をつけてリードしているようです。こちらも合わせてご覧ください。天の原降り叫びれば春日なる。この久米原名人の1枚だけ左に置いてるっていうのはどういう意図なんですか？そうですね、このこうで始まる札はおそらくほぼもう左で最後まで取る札なんですね。多分自分の中でルールがあって、はい、あ、そうなんですね、はい、おそらくそうだと思います。私も対戦なんとかしたことあるんですけども、はい、この札は左中段というところは決めてるみたいですね。そうなんですね。ただ一時決まりになってくると動かす可能性はあります、はい、どんな札でも一時になれば右上段の内側で取れるというのは一つ練習した技術だと思いますね。花札です。久米原名人は高校1年生の時に A 級初優勝を果たし、大学では学生選手権を3連覇、京都大学を初の大学選手権の優勝に導いたほか、去年は国民文化祭で京都府チームの優勝にも貢献しています。セオリーに縛られないこの柔軟なカルタ、そしてこの右に集中するなど並べ方にも特徴がある、独自の理論に基づいた戦術が特徴的な選手です。この右上段ですね、ここの、8枚ですかね、並んでるんですかね、これが独自の、そうですね、長所ですよね。ちぎり置きし出ましたね、これを伸ばしましたね。川瀬六段が取りました。これ大きいですよ。久米原名人の、ね、右固めていた上段に見事川瀬選手が捉えました。そうですね、迷ってますよね、お互いにこう札が手がちょっとやっぱりそうですね、手が降りてないですね、久米原名人が。でそこで目の一字決まりを送ったんですかね、やっぱりここで。さあ巡り合い、目で一字で決まる札、何回も行き来していますが、はい、送り返しまして久米原名人左下段に入りました。そうですね、いつ出るかというところも一つ見どころですよね。今年の秋も犬忘られる身を花札です。さあその挑戦者は去年まで東北大学空手会に所属でしたが、去年4月に三島せせらぎ会に移籍しました。前回は挑戦者決定戦で地味六段に接戦の末敗退していますが、今回3度目の東日本代表で初めて名人への挑戦権を獲得しています。感じが早いことが特徴の鋭い攻めガルタがやはり今日まさにこの2回戦で出ているなと思いますね。見せの札、川瀬選手の右中段の外側にありました、ね、はい、これをお互いその右上段に反応しながら川瀬六段が先に聞き分けて戻っているというところで、本当に久米原名人に勝つにはという教科書のような取りだと思います。
久米原名人が左にどんどんこう札を移していってるんですけども、これはどのような意味が。そうですね、さっきの千木千葉で千木を取られたことで、同じ悠々らを同じ場所でやるのを怖がったと思います。どっかちょっといつもと違ってですね、あの戦略がちょっと防御的といいますか、はい、あの思ったよりやるなというか、河瀬六段の取りに合わせて戦略を変えてるように思うところが、ちょっとやっぱり今日のどっか歯車が合ってないところ象徴してるのかなと思います。これゆらゆうをこの位置に置いたら、おそらく1枚しか取れないと思うんですよね。有馬山稲の笹から札です。一つの段に何枚まで札が並べられて決まってるんですか。これもあのルール上はですね、はい、あの右上段左上段っていう右左分ける必要もなくてですね、そうなんです。上段に16枚まで、あの中段に16枚までっていうのが一応ルール上になっています。ただやっぱりあの払い手で取りますので、はい、まあ、基本的には5枚ぐらいまでが、あの指導するときはおすすめはしてます。そうなんですね、はい、雨つかぜ雲の通い路から札が続きます。久米原名人がここまで差をつけられて、まあ、リードを許すっていうのはなかなかないことかなと思うんですけど。そうですね、最近でいうと本当にあまりないですよね。この今あの春須春野の歯の一時決まりをあの中段に下ろしましたけど、やっぱり歯の渡り手のダメージってところが非常に効いてて、本来取れるはずだった一時を2回連続で取られたことで、上段の歯も今不安になったんじゃないかなと思います。なかなかこのちょっと本来の作戦ではない移動だと思うので、心あてにおらばやおらん初霜。甲の札が久米原名人の左中段にありましたが、はい、ここの二次決まりだったんで、お互いあの甲では反応したかなと思うんですけど、どっちが取ったかというところですね。競技カルタでは選手同士が直接話し合いをして、どちらが取りになったかを決めることが基本となっていまして、審判は選手から質問があった時の場合のみ判断をすることになっています。そうなんですね。今河瀬六段がリードを広げていますけれども、河瀬さんどんな気持ちで今取ってらっしゃるんでしょうかね。そうですね、あのどうしても、ね、勝ちにあの欲というか、もう少しで勝てるぞって思ってしまいそうな展開なんですけども、はい、取りから全く気の緩みが見えないので、本当に集中して一枚一枚を考えてるんじゃないかなと思いますね。はい、千葉の札が送られまして、久米原名人右上段の内側に入りました。はい、これも一時決まり1位ですね。知らず湯に風の吹きしく空札です。本当に突き詰めて聞くとですね、今の死という音も死かなって、地と死が似てるように感じたり、はい、本当に一瞬の勝負をしているので、1音目の本当の頭の文字っていうところにお互い過敏に反応します。貫き止める玉ぞちりける、久方の光届けき。読み手の方の特徴もあるんですか。そうですね、あの特徴というところも多少はあると思うんですけども、はい、まあ、こういったあの名人クイーン戦であったり、はい、タイトル戦で読書を務める方は、まあ、専任読書と言われる方で、はい、まあ、しっかりとあのルールにものっとって読んでいただくので、はい、あんまりそこは影響しないはずですかね。そうなんですね。こうした大きな大会で読むことができる読書は専任読書といいまして、はい、もう本当に日本に数人しかいないというほど、いろいろな、はい、講習や審査をクリアした読書のみとなっています。ですね、やっぱり相性というかその慣れとか、そういうところはあると思うんですけどね。はい、はい、でも練習するときにこういった専任の方に来ていただくわけにはいかないじゃないですか。そうですね、うん、そういう時はやっぱりね、そうね、専任読書になかなか練習に来ていただくというのはないですね。特別な場なんですね。そうですね、皆さん録音を使ったりですか。あ、そうなんですね。ながら練習をされていますね、はい、今日2回戦の読書読み手は横谷由美子専任読書です。さあ66枚目まで出て7枚差が開いています。1回戦は7枚差で川瀬選手が勝ちとなりましたからね。はい、そうですね、1回戦よりもちょっとこの段階では差が開いていると思いますね。
今日ここの絵に匂い塗るかな。秋風にカラフダです。サブチャンネルでご覧いただけますクイーン戦は山添クイーンが残り2枚、矢野選手が残り14枚になりました。ちょうど今12枚の差をつけて、こちらも山添クイーンが残り2枚となっています。漏れいずる月の影のさやけさ、足引きの山の色、足の札が久米原名人の右下段内側にありました。しっかり取りましたね。ほとんど音がしないというか、綺麗に取られますね。そうですね、やっぱりあの無駄な動きというか、はい、あの強い力で音をさせるということは、それだけ畳にしっかりと手がいってるので、スピードというところが落ちてしまうんですね。なので選手はギリギリをスッと払うような練習をしてます。そうなんですね。なんか映画でも素振りの練習を、そうですね、ました。はい、あの本当にみんなやってると思います。そうなんです、ね、部活動とかでもやっぱり素振りの時間を取ったりというところがありますね。はい、また札が移動しましたね。はい、許されば左に逃がしていた札を得意ゾーンに戻してきて、やっぱり両方取るぞという陣に置き換えたかなと思います。まあ、そういう意味では一時避難だったのかもしれないですね。長々しいよ一人かもねん、道の苦の忍ぶ文字ずり。カラ札です。こうカラ札が続く時ってどんな気持ちになるんですか？ドキドキはしますね。そしてそのどんどん記憶のアップデートというか、はい、決まり字は変わっていくので、そこの忙しさもあるのと、やっぱり早く出てほしいって気持ちになる時もありますね。君がため春ののに縮じまりですね。これ木で取れる札になっていました、ね、梅原名人の右中段外側にありました木の札。はい、縮じまりにしてはやっぱりお互いケアしている札が多いのか、手がぶつかるのかで早い取りではなくなりましたね。で川瀬六段が取ったんですかね。このあたりもちょっとやっぱり本来の速さではないというところですね。でとうとう川瀬六段が湯されば由良の塔の湯の札をくっつけましたね。目と湯が並んだので湯で両方その場所を払えば取れるという状況になりました。はい、湯と由良、久米原名人左下段に固まっています。三垣森駅の今拝見してますと、久米原名人が自陣で取りたい札が川瀬六段がほとんど取ってしまっている感じがするんですけども。本当にそうなんですよね。なので本当にすごく久米原名人としては苦しい展開です。追いつけるはずの計算札というか、はい、これは取れるだろうと計算して逆転をこう見据えるんですね、選手というのは。それがことごとくポイントとなる札が取られてしまっている。で自分がいつも通りじゃないというところで、どんどんこうちょっと悪循環に陥っているように見えますね。カラ札です。試合をしながらこう気持ちを立て直していくっていうことも重要になってくるんですね。そうですね、本当にそれが難しい競技なんですよね。この合間がね、見ている方からすると札の間が長いなと感じるかもしれないんですけども、暗記をしている選手からするとすぐ次が始まってしまうので立て直しが難しいです。月見れば、カラ札続きますね。そうですね、今の2の反応でも川瀬六段は地の一字決まりにちょっと音が似ているということで反応していると思うんですよ。でこれはカラ札であっても久米原名人にプレッシャーになるんですね。これ地だったら取られてるなというふうにどんどん追い込まれていく状況にはなり得ます。アラザ、川瀬選手の左下段に1枚だけありましたこの札を見事久米原名人が捉えました。そうですね、ここは落ち着いて自分らしく自陣ケアしながらゆっくりと取れたというところで、ここは持ち味の一つなのかなと思います。はい、送り札ちょっと気になるところですが、巡り相手の一字決まりを送りました。また送り返しましたね、この札一字です、ね、それが今左下段に置かれました。はい、
この送り札の意図っていうのはどういったものなんでしょうか。そうですね、ここでの巡り相手というのはやっぱり一番相手陣において取れる札、これを送って取るぞという札を送っていると思いますね。嘆きつつ一人ぬるよの大きいですね。はい、嘆き、久米原名人の右下段になりました。はい、今よっしゃという言葉もどこかから聞こえてきましたけれども、久米原名人の声だと、はい、嘆けと手に反応してるんですね。嘆けと手が川瀬六段の一番、下段の端っこにあったんですけど、右下段の端っこにあったんですけども、その一番対角のところから自分の対角のところに戻れたので、これは川瀬六段の、まあ、ミスです。なのでちょっとついつい嬉しいこう声が上がってしまったのかなと思います。ここは本当に終盤やってはいけないミスだとは思いますね。ここで久米原名人が流れに乗る可能性は十分にあります。はい、まだまだ分かりませんね、はい、75枚目まで出て5枚差で川瀬挑戦者がリードしています。はい、さあここから注目していくべき札は何でしょうか。そうですね、今の場にある札でいうとやっぱりゆという札2枚、ゆゆらの2枚が並んでゆぎまりと、それが左下段ですね、久米原名人の左下段で、久米原名人の右中段にハの2枚、これもハギマリ、一字ギマリになっている札、これは他の札と違って出る確率が2倍ですので、きっとポイントになります。寂しさお互い意識はしていると思いますね。このハというがポイントになるということはお互い意識している、つまりお互いやっぱり最速でチャレンジしてくる札なんですね。いずこも同じ秋の夕暮れ、哀れとも夢から札です。久米原名人は右下の右側の下の段に札を置いていませんけど、はい、これは何か意味があるんでしょうか。そうですね、これを多くの選手はこういう陣形になった時に、はい、上段と中段の札を中段下段に下げるんですね、はい、相手から遠くなるように、はい、ただ久米原名人がそうしないのは、囲う軸というなるポイントが中段に降りてしまうと、はい、そこから相手に手を伸ばすところに距離が出るじゃないですか。あ、そうですね、なのでできるだけ前に置いて、はい、そこから攻めに行きたいというところで陣形を前に置くんですね。へー、墨の絵の岸による波、カラフルです。取り方と、ね、体の使い方を見てるとなるほどなとなるかもしれないんですけど、まあ、うまくそこに手を伸ばしながら体もついていきながら、そこからさらに手を伸ばすと相手陣に届くようにするには右上段だなというところで、まあ、導かれた作戦なのかなと思いますね。はい、なんか体全体を使って取りに行っている感じがするんです。そうですね、下半身も相当鍛えなきゃいけないんでしょうか。おっしゃる通りです。本当に太ももで支えて、はい、いろんな動きはしていると思います。もちろん体幹もしっかり鍛えていると思いますし、そこから腕の使い方は最後になるんですね。体幹と下半身が一番軸になります。出ましたね、吉地決まりの歯ですが、はい、歯の札出ました。はい、これを川瀬六段が抜きましたね。しかもやはり久米原名人のトップスピードではないように思います。まあ、手が迷った後で取れてしまっているので、久米原名人の中でやっぱり右上段に刃を移動した時の感覚が残りつつ中段への反応が遅れているので、ちょっと作戦がやっぱり本来のらしさがないというか、噛み合ったらね、本当にここからでも逆転できる選手なんですけども、投げ手と手の、投げの二次決まりが送られましたね。ここはもういよいよ最終形態といいますか、本当に全部右上段を守りながら、他の陣は2対3だろうくらいの配置になりましたね。はい、また随分と配置が変わっていますね。はい、ここはもう右上段は絶対取らせないという本来のカルタです。かいなくたたんなこそしてれ、投げけとて付き合わもの。今送った投げけの札ですかね。そうですね、はい、ちょっと川瀬六段としてはもったいないなという取りだと思いますね。送り一発で出たんですけども、やっぱり上段が気になるのと手にブロックされたので取りに行けなかったというところで、まあ、お互い遅くなってしまって久米原名人が
まあ、戻ったという鳥になってしまいましたね。梅原名人の右下段にありました1枚でした。はい、取らないといけなかったですね。から札です。さあ、先ほど行われてましたクイーン戦2回戦は11枚という大差をつけてクイーンが見事2連勝を挙げました。クイーン戦2回戦も見事クイーンが勝ち上がっています。こちらは一度に何枚まで札を変えられるっていうルールはあるんですか？厳密にルールはないですね、はい。まあ、お互いにそこは場所を教えながら変えていくということになります。そうなんですね。音出ましたね。音の札は久米原名人の右上段にありました、ね。やっぱりちょっと外側にあるというところ、外側3枚目というところで川瀬六段の手がうまく入れたんじゃないかなと思います。これもやっぱり囲うので精一杯になってしまって手が降りてはないですね。これも川瀬六段の右下段に奥山にと同じ尾で始まる札があったので、久米原名人としてはそっちもどうしても取りたいというところの結果だとは思うんですけども、非常に流れは悪くなっていきますね。ここで送った渡野原子はもう今一字決まりになってますので、また和の一字を送ったというところになります。掛け地や袖の濡れもこそすれ、大けなく清の谷に。から札です。今のから札の、大けなくが出たことで右下段にあった奥山に二字の奥が尾になりました。このようにどんどん一字になっていくんですね。ということで川瀬挑戦者は右も左も一字決まりの札になっているということです。そうですね。はいですね。ゆの札出ましたね。久しぶりじゃないですかね、久米原名人が気持ちよくというか自分らしく取れたと思ったのは久しぶりじゃないですかね、うん。迷いがありませんでしたね。そうですね、これがまあきっかけになるかもしれないですね。ただちょっとこの枚数差がどうなるかというところですかね。あとはお目という札が川瀬六段の陣に一字決まりであって、まあ、これをお互いがどれくらいの速さで取るかというところも、まあ、右上段を気にするあまりちょっと遅くなるかもしれないので、そこがどっちが取るかも重要ですね。行方も知らぬ恋の道かな、世の中は原札です。さあ、川瀬挑戦者は右に尾の札、左に目の札、残り2枚。そして久米原名人の残りの札を見てみますと、左が陽の札ですね。あ、これをまた右に合わせました。右の上段外側からタ、タチとタマ、これはタでまた固まってます ね。 そ, うですね。そして春、ハの一字決まり、ヨ、ユ、チ、もう全部一字で見ていけます。そして右下段に渡野原子、ワの札が一字決まりとなっています。はい、なのでもうタチ、タマのタの札以外は全て一字決まりですね、はい。ただこのタチとタマも並んでいますから、同じように払ってしまえばもう一字決まりと同様の取り方ができますね、はい。場にない札でまだタレとタゴがありますので、まだそこはタチ、タマを聞いてから取らないといけないです。出ましたね。ユウが出ましたね。そうですね、これは痛いところだと思いますね、久米原名人としては。早い取りですよ、今の突き手は川瀬六段の一番の武器だと思います。そして巡り相手を送りまして、王の一字決まりだけが残ったということですね。川瀬挑戦者残り1枚となりました。目一字決まりを送っています。足のまろやに秋風の吹く、朝ぼらけ有明の空札です。先ほどから拝見していても川瀬六段の手の出方がすごく鋭い感じがします ね。 本当に札に対して一直線に出てると思うんですけど、はい、やっぱりそれは練習の成果ですね。どの位置にあっても特に多分右上段対策をしているはずなんで、はい、そこに対して全て正確に一直線に出るという練習をしてきたはずです。対戦相手の
そうですね。誰岡も知る人もったいないですね、これはお手つきですね。使ったお手つきだと思います。はい、カバーセがそうですね、触っちゃったと。はい、でも今までほとんどお手つきなかったですよね、やっぱり名人戦になってくると。そうですね、そう、これでちょっと分からなくなりましたね、まだ、はい、お手つきをしますと1枚送られることになりますので、はい、右に固めました川瀬挑戦者にターの札、タッチの札ですね、はい、送られました。今の久米原名人の送り札にはどんな狙いが。そうですね、やっぱりあの自陣を全部あの死守しながら相手陣ということで、あえてタッチを送って、はい、自陣の玉を他で囲って、うん、まあだったら抑える、地だったら相手陣に行くということで、もう全く全部の札を取ろうとしていると思います。あえて別れさせるということですね。そうですね、横目で取り用の札、久米原名人右上段でした。そうですね、これは久米原名人としては助かったんじゃないかなと思います。もうめちゃくちゃ早い取りではないですけども、川瀬六段の鋭い手ではなかったというところで、余で囲って後ろに押さえ引っ張って取れるというタイミングだったので、これで3枚差になりましたね。90枚まで出まして残り3枚、ぐっと差が縮まりましたね。はい、本当に手に汗握る終盤戦です。あ、これは地位の札一字でした。早いですね、はい、これが先ほどから言っていただいた鋭い手じゃないですかね。残り1枚になりましたね。そうですね、これは早いですね、うん、1枚の成り方もいい成り方だと思いますね、今のは、はい、あの相手も久米原名人も最速で狙ってきてるはずの札をあの最速で取れて、でタッチを返して、もうお手つきの心配も、ね、ちょっとなくなって、で王の一字決まりだけ残って、で川瀬六段としては最後あと1枚なんですけど、どの札を取るかですね。私だったら一番右下段の久米原名人の右下段の和の一字決まりはしっかり狙いに行きますね。紅に水くくるとは有明の連れなくから札です。ここからは川瀬六段としてはどんな気持ちで取っていったらいいんでしょうか。そうですね、本当にあのもう最後1枚取れば勝ちなので、はい、あのもちろん次で決めたいという気持ちはあるにしろ、タッチ玉さっき他でお手つきしてるんで、はい、そこはちょっと怖いと思うんですね。でそこにあまり無理に仕掛けるよりは残りの和とか名派を取りたいですね。これやってしまいましたね。か、ともお手つきかちょっとわからないんですけども、タゴの金札で出た札を引いてお手つき、ここは片お手つきということになりましたので、川瀬挑戦者のお手つきになりました。はい、そうですね、他で2回お手つきしてしまったということになります。久米原六段として、久米原名人としては本当にあの助かったというところだと思いますね。でこれで他の札はこの場にある2枚だけになりましたね。玉と太刀が分かれていますね。太刀が送られました。春過ぎて夏気にけらし白太え、久米原名人の右上段春の札しっかりと押さえました。そうですね、もうちょっと手はぶつかってはいると思うんですけど、しっかりと久米原名人が取りましたね。ここからは久米原名人はどんな札を取ろうとしていらっしゃるんでしょうか、ね、そうですね、やっぱりあの名と玉をあのしっかりと自陣の右上段をあの囲いながら、王だったら最速で相手陣を取りに行くと思います。はい、これが失敗したですね。ここは玉をしっかりと抑えましたね。そうですね、だから多分久米原名人としては作戦がちょっと狂ってる、作戦通りに動けてないっていう形だと思いますね。あと川瀬六段の手が低いですね。あとね、うん、この抑える久米原名人の手の下に入り込んでますね。はい、で他の一字決まりになりましたのでそれを送っています。もう全て場にある札は一字決まりで、
外側からた、め、わですね。はい、目も下げましたね、はい、右の下段に固めました、はい、外側からた、め、わ、そして川瀬挑戦者がおの札です。そうですね、から札は残り1枚です。立ち別れ稲田の山の峰に追う。さあ今話し合いが行われていますが、これは久米原名人の取りになったようですね。そうですね、選手同士もね本当に一瞬の手がぶつかっているのもあって、あのより分かりにくくなって、お互いに話し合いで解決しているようですね。これで一字決まり2枚と1枚。本来はねやっぱり相手陣の札も取りたいんですけども、やっぱりこの場とこの緊張感でどうしてもそこが難しい状況ではあります。巡り合いて西やそれとも若沼に。これも久米原名人の取りとなりました。これで久米原名人右下段は、川瀬挑戦者の右下段を運命戦となりました。そうですね、本当に緊張感のある最終盤です。残りから札も1枚です。雲が暮れにし夜の月かな、奥山にもみじ踏み分け。さあここは久米原名人の手が伸びまして、これはすごいですね。2回戦は久米原名人の勝利となりました。いや今の最後はですね、もう久米原名人